どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 ANA ダイナースクレジットカードの新規入会キャンペーン開設ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。2021年2月1日からですね始まった ANA ダイナースのクレジットキャンペーンなんですけども、利用額はですねかなり多いんですけども、獲得できるねマイルもかなり多くなっておりますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。ではですね、早速キャンペーンの内容ね入っていきたいというふうに思うわけなんですけども、こんな感じになっておりまして、マイルを貯めて至福の旅、2022年に行くビジネスクラスの旅、 ANA ダイナースカードということで、2021年ではなくてですね2022年に向けてマイルをね貯めていこうっていう感じなんですかね。まずねキャンペーン期間なんですけども、2021年の2月1日から4月の15日までの申し込みというふうになっておりまして、2021年の5月31日カード発行分までというふうになっております。でですね、キャンペーンをね2つにね分かれているっていう形になっておりまして、 A コース B コースっていう感じで分かれておりまして、 A コースはですね最大15万4千マイル獲得できるキャンペーンと、 B コースはですね初年度年会費無料プラス最大3万9千マイルがね獲得できるっていったキャンペーンになっております。 A コースはですね最大15万4千マイル、 B コースはですね初年度年会費無料3万9千マイルということで、どちらもねかなりねすごいのではないのかなというふうに思っております。またですね、抽選ではあるわけなんですけども、今回のキャンペーンね参加された方はですね条件を満たすとですね最大4万8000マイルがねもらえるキャンペーンもね行われているというふうになりますんで、まあ、この4万8000マイルに関してはですね抽選といった形になるわけなんですけども、当たればねかなり大きいかなというふうに思っております。ではね、 A コースからね解説させていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、新規入会ボーナスで2000マイル、またね新規カード発行月からですね6ヶ月後の月末までに100万円以上で1万5000マイル、150万円以上の利用で5万マイル、200万円以上の利用で8万5000マイル、300万円以上の、ね、利用で12万マイルが、ね、獲得できるっていったキャンペーンになっております。こちらはですね全部が、ね、付与されるっていうわけではなくてですね、仮に300万円を、ね、利用していただくと12万マイルが、ね、もらえるっていった形になっております。またですね、 ANA ダイナースクレジットカードは 1% 還元の、ね、クレジットカードっていう風になりますんで、仮に、ね、300万円利用した場合ですね100円につき1ポイントが、ね、たまるっていった形になりますんで、これを ANA マイルにね交換するとさらにね3万マイルがねもらえるっていった形になっております。合計するとですね6ヶ月以内に300万円ね仮に利用した場合ですね15万2000マイルがねもらえるっていった形になっております。利用額はですね300万円ということでかなりね多いわけなんですけども、獲得できるマイルはね15万2000マイルですからね、かなりすごいですよね。15万2000マイルあればですねハワイ路線のビジネスクラスね1人レギュラーシーズンが6万5000マイルっていう風になりますんで、2人でね往復ビジネスクラスで行ったとしてもですねお釣りが来るっていった感じになるんですよね。かなりすごいですよね。もしね1人であればですねハワイもそうなんですけども、ニューヨークにもですねレギュラーシーズンでファーストクラスでですね行くことができるねマイルが稼げるっていった感じになるんですよね。300万円っていうねハードルはかなり高いですけども、最近のね ANA のクレジットカードのキャンペーンでは一番大きいねマイルが稼げるキャンペーンではないのかなというふうに思っております。それでは次に B コースですね。 B コースは年会費がね初年度年会費無料プラス最大3万7000マイルがねもらえるっていった形になっております。新規入会ボーナスで2000マイル、カード発行後6ヶ月後の月末までに50万円利用で初年度年会費無料っていった形になっておりまして、またですねカード発行月の6ヶ月後月末までに150万円利用すると2万マイルがねもらえるっていった形になっております。でですね、先ほどと同様ですね、 ANA ダイナースクレジットカードは 1% の、ね、還元のクレジットカードという風になりますので、150万円、ね、利用した場合は1万5000マイルがもらえるといった形になっております。合計するとですね初年度年会費無料になってですね3万7000マイルが、ね、獲得できるといった形になっております。こちらはですね利用額はね150万円という風になっているわけなんですけども、 A コースよりかはですね少しね利用額が少ないので、まあ、150万円ということで十分ね多いかな
なというふうに思うわけなんですけども、300万円よりかはですね達成しやすいかなというふうに思います。またですねクレジットカードのね年会費っていうのは1円でもね安い方がいいのかなというふうに思っておりますんで、まあ、個人的にはですね B コースの方がいいかななんていうふうに思っております。でですね今回のキャンペーンのクレジットカード利用期間の詳細なんですけども、こんな感じになっておりまして、カード発行月、有効期限月、終結期間っていった感じであると思うんですけども、仮にね2月に発行した場合ですね、終結期間が2021年の2月の1日から2021年の8月31日までっていう風になっておりますんで、終結期間自体は基本ね半年間っていう風になっているわけなんですけども、仮にね今発行した場合はですねもう2月のね終結期間が始まっているっていった形になりますんで、もしね急ぎでないようであればですね3月入ってからでもですね発行する方が利用期間はですね少し伸びるかなというふうに思いますんで、もしね発行される方はですねこちらね確実にねチェックしていただきたいなというふうに思っております。でですね ANA ダイナースのクレジットカードっていうのはですね ANA のねクレジットカードっていうふうになりますんで、 ANA のね公式キャンペーンっていうのが利用することができますんで、こちらねマイトモプログラムっていうんですけども、既存の ANA クレジットカードの保有者の方のですね紹介番号と名前ですね、こちらを ANA のね公式サイトで入力するとプラスね2000マイルがもらえるっていった形になっておりますんで、もしね ANA のクレジットカードを初めて発行される方はですねこちらのキャンペーンね利用した方がお得っていった感じになりますんで、 ANA ダイナースクレジットカードね今回のキャンペーンで初めて ANA クレジットカードを発行される方はですね、周りにね ANA のクレジットカードね保有されている方ぜひね探してみていただきたいなというふうに思っております。もしねいらっしゃらなかったらですね私からっていうね冗談はいつも言わせていただいているんですけども、ひとまずですねクレジットカード保有されている方ですねぜひね探していただきたいなというふうに思っております。それでは次にですね ANA ダイナースクレジットカードのね基本スペックもですね一緒にね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、ちょっとねここら辺に出しておきますね。年会費が27,000円、家族カードが6,000円、基本還元率 1%、 ANA の航空券購入時は 2%、 貯まるポイントはですねダイナースポイントというふうになっておりまして、こちらね有効期限がないっていった形になっております。またね ANA マイルへの移行上限っていうのもねありませんし、 ANA のね移行手数料っていうのもねないっていった形になっておりますんで、じっくりね ANA マイルを貯めるっていうこともねできるっていった形になっております。またね搭乗ボーナスマイルが 25%、 入会と継続でですね2000マイルがもらえるっていった形になっております。でですね ANA ダイナースクレジットカードはですねゴールドカードっていう風になりますんで、 ANA マイルからですね ANA スカイコインにね交換した場合最大ね 1.6 倍がね適用されるっていった形になります。またですね国際線のビジネスチェックインカウンターっていうのもですねクレジットカード保有しているだけで利用することができますので、仮にねエコノミークラスを発券した場合であってもですねクレジットカード保有しているだけでビジネスクラスのねチェックインカウンターが利用することができるっていった形になっております。でですねダイナースクレジットカードっていうのはですね空港の手荷物宅配サービスですね、空港ラウンジっていうねサービスがあるわけなんですけども、こちらですね2021年2月現在は利用することね今まで通りできるわけなんですけども、2021年の4月よりですね解約がね決まっているっていった形になっておりまして、手荷物宅配サービスはですね今現在はですね帰国時1個無料でね何回でも利用することができるわけなんですけども、2021年4月以降はですね年間2個までっていう風になっております。またですね空港ラウンジに関してはですね2021年の4月からね解約っていった形になっておりまして、今現在はねそこまで利用することができない、またねラウンジもね閉鎖されてるところがね多いというふうに思うわけなんですけども、ダイナースっていうのはですね国内外にですね1000カ所以上のねラウンジが利用することができるわけなんですけども、こちらもですね2021年の4月以降はですね年間10回までの利用が無料でね利用することができるわけなんですけども、11回目以降はですね有料っていった形になるんですよね。またですねこのダイナースのラウンジっていうのはですね ANA ラウンジとはねまた別のラウンジっていった形になっておりますんで、この点もね注意していただきたいなというふうに思っております。他にもですねハワイのねトロリー乗車券っていうのがですね1週間分ね7路線今まではねもらえてたわけなんですけども、こちらもですね2021年の4月以降ですね1日1路線年間2回にね変更になるっていった形になっております。ハワイがね好きでですねこちらのダイナースクレジットカードをね保有されている方もね
中にはいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、こちらねかなりのね解約っていった形になりますよね。こちらについてはですね個人的見解なんですけども、ハワイのこのトロリー特典っていうのはですね、昔ね1日券だった時もねあったんですよね。ですので今はですね海外に行くことができないっていった感じになりますので、海外のねサービスを削ってるのかななんていうふうに思っております。もしかしたらですねまたね海外行けるようになった時にですね改定がねあるのかもしれないななんていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA ダイナース新規入会キャンペーンについてね解説させていただきましたけども、最大ね15万4千マイルがね獲得できるキャンペーンっていうのはかなりすごいですよね。利用額もねかなり多いわけなんですけども、一気にねマイル稼ぎたいっていう方はですねこちらねチャンスかなというふうに思っております。またね B コースを選択するとですね初年度年会費無料でね保有することもできるっていった感じになりますんで、ちょっとね今発行してもですね海外にね行くことができませんので、海外特典っていうのはね利用することができないわけなんですけども、気になってる方はですねこの機会にね発行してみるのもいいんじゃないのかなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。